ということで、9月9日のプロ野球ですね。 DeNA 対巨人、そして、まあ、阪神対ヤクルト、広島対中日、結構この3戦とも大荒れです。非常に荒れですね、まあ、言うことがたくさんありますので、今日はパリングの方からちょっと見ていこうかなと思います。まあ、こっちの方がね、さらりとしているのでね、すぐ終わるかなという感じですね。まず日本ハム対楽天ですね。もうこれは則本投手がね、素晴らしすぎましたね。9回3打無失点、11奪三振の完封勝利で今季9勝目ということで、これ初完封じゃないですかね。200奪三振をね、確保して、奪三振をね、獲得していた則本貴博投手、ここに見参ということでね。その則本投手が今ここに帰ってまいりました。まあ、完投勝利はね、1回挙げてたんですけど、やはり完封勝利はね、今季初ということでね、あの200奪三振をね、達成していた則本貴博投手が今ここにね、帰ってまいりましたね。そして岡島選手のね、ホームランもあってっていうことでね、なんか2013年をね、彷彿とさせるようなね、そんな感じのね、まあ、形ですよね。はい。で、個人的に気になるところっていうと、浅村選手が代打で出てくるというね、代打カスティーヨ選手に代わってということなんですけども、これ層の厚さというよりか何でしょうかね、浅村選手が今年打たなすぎるというところでね、ここまでホームランがたったの10発ということでね、あの島内選手ってね、ホームランバッターじゃないんですよ。ホームランバッターじゃないんですけど16本打ってて、これがね、チームのトップになってしまっているということ自体が、ちょっとね、楽天のちょっと今現在ちょっと低迷している、まあ、3位にいる要因なのかなっていう感じですよね。まあ、浅村選手が打たないからこそね、やはりちょっと楽天の順位はね、まあ、上がってこれない原因なんじゃないかなというね、個人的な見解でございますね。はい、続きましてロッテ対オリックスです。首位攻防戦のね、神戸で行われている試合ですけど、1勝1敗1分けということで、まあ、まさに首位攻防戦ですね。どっかのセリーグのね、首位攻防戦では本当に打って変わってという感じですよね。これぞ首位攻防戦という感じがしました。先制したのはですね、オリックスでございます。福田周平選手の先制タイムリー、そして6回の裏、杉本選手3番に座っていました。今回ね、これが非常に追加、貴重な追加点となります。杉本選手のソロホームラン、でね、これで2対0。そしてね、ピッチャー山崎総一郎投手非常に好調でしたね。7回途中、1失点という非常にね、好投をこう見せて、田島投手ですね、8回1失点ですか、そうですね、田島投手8回1失点という好投をこう見せてくれました。非常にね、田島投手は良かっただけに、平野投手がね、痛恨の一発を浴びてしまうわけですよ。大井の選手にね、一発を浴びてしまう。で、7回にはですね、NPP 復活のね、ホームランとなります。今日2番にね、ファーストで先発出場した小久保選手。これがね、復帰後初ヒットがね、なんとね、ホームランになっちゃうというね。まあ、これはついてるんだかついてないんだかっていうことでね、まあ、あれなんですけども、ロッテにね、復帰して、これが1本目がね、ホームランになるということでね、まあ、これは小久保選手の持っている力なんでしょうかね。まあ、ロッテにとってはね、プラスとなるね、そんな選手が来てくれたということで、こう優勝へ向けてね、いいワンピースが揃ったようなね、感じがしますよね。鳥谷選手、頑張ってください。はい、続きまして、DeNA 対巨人ですね。まあ、三島劇場満員御礼という感じでしょうかね。チーム全体ね、横幅が優勢だったんですよね。特に8回のね、2得点、ここが、非常にこう大きかったです。8回、戸柱選手の2点タイムリーがありました。まあ、これでね、決着がついたのかなというね、そんな感じはしたんですけど、9回、3番吉川選手、4番、岡本選手、そして途中出場の丸選手のタイムリーヒットでね、5対5でこう追いつくというところでね、まあちょっと三島投手がね、ちょっと守護神じゃない方が良さそうなね、今年ではちょっとあるかなという感じでね、ちょっと守護神にしては防御率が明らかに高すぎるんですよね。3点台ということでね、これはちょっとね、三島投手、まあ疲れとかっていう云々ではなく、まあちょっと守護神として、まあ、どうなのかっていうところは出てきますね。はい、続きまして阪神対ヤクルトです。阪神が猛攻にやってしまいました。火薬庫爆発ということでね、2試合ぶりの火薬庫ということでね、終わってみれば15安打13得点でね、勝利しております。投手陣崩壊ということでね、
高橋対決でした。高橋奎二投手と高橋遥人投手がね、今季初先発だったんですよね、高橋遥人投手。しかし高橋遥人もね、序盤からね、ちょっとエラー絡みでの失点ということでね、ちょっと大山選手の悪送球、ここがね、非常にね、あれだとサンズのね、ファンブルもありました。まあなんか阪神の野球がなんか戻ってきたって感じなんですけどね、あの終わりみたいなね、野球してるとね、ちょっと首位狙いませんよっていう言葉はね、ついてくるのかもしれませんけども、ただこの間のね、首位攻防戦でね、阪神が上に行ったんじゃないかっていうところでね、まあ3位に負けるんだったらまだ許されますよね。最下位に負ける球団がね、2位のチームにいるという事態が、これがまずいということなんですよね。まあ3位に負けたからね、まあしょうがないだろうってくくってやるしかないですよね。そして高橋奎二投手ね、非常にね、6回3失点とね、まあちょっとあれですよね、まあここまで来てる中で防御率がね、2点台の高橋投手からすれば、まあプチ炎上かなっていう感じだったんですけど、6回3失点、10奪三振でね、こうまとめて、しっかりこう試合をこうまとめてくれたんでね、まあ打線もそれに奮起してね、6回にまた2得点、7回には5得点ということでね、打線も爆発に爆発ということでね、序盤だけで試合が決まってたっていう感じではあったんですけど、4回にね、高橋投手が3失点ということで、これはまずいぞというところで打線がね、奮起してね、一気に13得点までね、上げてきたというところでね、これはヤクルトのね、打線陣にね、まあ、高橋奎二投手も感謝すべきところもあるかなという感じですね。はい、広島対中日です。広島ね、これも爆発ですね。特に爆発したのはやはり鈴木誠也選手でした。なんとこれが6試合連発となりますホームラン、一気に27号までね来てますね。何でしょうかね、ホームランを今から狙ってるんでしょうかね。ホームランまであと8本というところまで来てますね。ただこの1週間だけでね、もう10本近くホームランを伸ばしてきてますので、逆転ホームランなんていうことがね、これあっていいんでしょうかね。まああっていいんだと思いますけども。まあちょっと鈴木誠也選手をどう抑えるかどうかが、まあ今後の鍵になってきそうな気がしますね。そして何気に活躍している8番サード、林光太選手、3安打猛打賞ということでね、この林選手の活躍っていうところもね、あの、広島がね、上位に浮上する、まあそういう感じになるかなって感じですよね。4位キープでございます。ただ4位以下がね、拮抗しておりまして、中日が 0.5 ゲーム差、横浜が同率で、5位ということでね、4位以下が拮抗中ということでね、で、A クラス入りはね、この3チームはちょっと無理ですね。10.5 ゲーム差とかなり離れてしまっております。で、巨人さん引き分けたことで横、ヤクルトのゲーム差が 0.5 と縮まってしまいましたね。なので今日負けてしまえば引き分けただけで首位がね、変わってしまう。そういうね、感じにね、ちょっとなってきておりますのでね、ちょっと巨人はね、ちょっと危なっかしい試合というのがね、今後続いていくということでね、次のカードをお伝えしていきましょう。巨人は、中日と、広島は阪神、そして西武はオリックス、ロッテは楽天、日本ハムは、ソフトバンクということでね、となっております。先発ピッチャーについてお伝えしていきましょう。先発投手高橋、巨人が高橋、勇気投手ですね。まあ、今年高橋投手がね、結構名前が出てますよね。高橋コーナー、高橋勇気、高橋春人、高橋啓司ということで、ね、4人の高橋勢が、奮闘中ということで、その一人高橋勇気投手、今現在ね、勝ち柱、巨人の勝ち柱、エースですよね。10勝3敗ということでね、非常に安定したピッチャーですね。で、対する中日はこちらも非常にいいピッチャー、大野雄大投手ということでね、柳投手と大野雄大のね、今2枚看板なんですよね、中日はね。その大野雄大投手がね、マウンドに上がります。そして広島対阪神。広島は、まあ一応そうですね、元エースの大瀬良投手ですね。まあ元エースなんですよ。現在のエースはね、森下投手で間違いないと思います。そしてこちらも元エースの西勇輝投手がマウンドに上がりますね。100勝に王手をかけてますけど、いつになったら100勝ができるんでしょうか。広島との対戦です。そして西武は松本航投手ですね。今年松本航投手ね、ここまで防御率が 3.42 ということで、今までの防御率から比べたら格段にいいですね。昨年より防御率が1下がってますので、ここまで乗り切れば3点台で、今年は終えそうな感じはするんですけど、さてどうでしょうか。対する、山本由伸投手マウンドということでね、オリックスは山本由伸投手、そして、ね、宮城投手でしかなかなか勝てないというところもありまして、ここでね、落としておくとね、今後ちょっと危ないかなって感じですよね。ただ山崎総一郎投手とね、田島投手がね、ここで、ね、また出てきたんで、これはオリックスがね、一つこう上がる要因になるんじゃないかなと思います。そして中央カードはここですね、
高校時代沸かせたこの2人ですね、佐々木朗希投手と田中将大投手の投げ合いですね。元メジャーリーガーといってもね、もしかしたら田中将大投手メジャーに戻るなんてことね、もしかしたらあるかもしれませんけども、マー君とね、そして163キロもうメジャーに行くんじゃないかっていうね、まあ将来メジャー有望株といっても過言じゃないでしょう、佐々木朗希投手の投げ合い、非常にね、見応えがありそうです。そして日本ハムの先発は、河野投手、ソフトバンクはアメリカ代表で、オリンピック出場したマルチネス投手ということでね、元日本ハムの投手ですね。元日本ハムの投手からね、日本ハム打線がどう打ち崩せるかが、キーポイントになってきそうな気がします。ということでご視聴ありがとうございました。